皆さんお疲れ様です小川た平の事件考察室本日撮影収録日は2023年7月の16日日曜日になります今日の配信はですね明日月曜日に配信を予定しておりますが何かね突発なことが起きればまたちょっとずれたりするのでその点ご了承していただきたいと思いますよろしくお願いしますタイトルは「週刊事件簿」先週から始まりました今週2回目になります今日もね 2つの話題をお話しさせていただきます1つはですねちょっと古い事件なんですが今週大きく進展したということでお話をさせていただきますもう1つはですね今週起きた事件ですただどちらもね私的には非常に頭に来てるなというね事件ですまず1つ目沖縄の警棒事件そして2つ目が岡山県の駐在所内での176容疑事件 この2つの事件をねお話しさせていただきます、えー、まずね沖縄警防事件の方からいきます事件の発生はですね2022年1月27日です私現場の方にも行ってきております容疑者はですね当時ね沖縄警察署に勤務していたまあもともとはね宮崎県から応援派遣に来ている警察官ですけども今現在身分は 沖縄県ののの警察官の身分になっていますこの容疑者名前ですね前田康介だと思います現在31歳事件発生当時は29歳でした書類送検です逮捕はされていません書類送検の罪名が特別公務員暴行 両脚、えー、罪ということですねこれ15年以下の懲役これで書類送検されています、えー、前田容疑者、えー、今現在はね被告ですね起訴されていますから前田被告前田被告のねちょうどね実際に警察官が警棒で、えー、優られて優られてっていうのは殴殴られて叩かれてその後まあ 避難逃げるわけですねその後にオートバイで倒れてそこに救急車が来るんですけどもその場所にその警察官この前田警察官現場に来てます相当慌ててますその映像をね今回もちょっと使わせていただきます仲間というかね友人たちがスマートフォンで撮影しようとしてたらですねそれを払ったり、えー、動画には映ってないんですが蹴られたり腹部をね殴られたり、えー、したというね えー、証言もあります。あの、実際ね、動画の中に殴られてるシーンは映ってないんですけど、あ、殴られたとかって言ってる声がね、入ってる動画も別にね、あります。まあ、そういったものもすべて警察の方に提出しているということです。慌ててる様子もう一度ね、見ていただきたいので、今回その動画をね、えー、撮影者の許可を得て使わせていただきたいと思います。

で実際に書類送検で特別公務員暴行了い、罪で書類送検したんですその時の書類送検の時に付ける意見書はですね厳重処分とい、うね、えーまあ、してください、危ない、危ない、危ない、よとい、うよい、な厳重な分危ない、危あい、危ない、危 えー、西部ライオンズの山川、えー、容疑者はね、えー、相当処分とかねまあいろいろ処分があるんですけども今回は厳重処分あですからこれは特別公務員暴行陵薬罪で、えー、起訴されるんだろうなと思ってたらなんと起訴されましたけども業務上過失傷害交通事故と同じですよまあ、過失ですから車運転してて え歩行者とかあとオートバイ自転車と接触したりとかしますよねこれ業務上過失傷害なんですお酒飲んでうんうんとはまた別ですけどねこれは相手を引こうとかぶつけようと思ってぶつけたわけじゃないから過失なんです、まあ、これは皆さんも理解できると思うんですけどもそれと同じ扱いです警棒でバイクで来た叩いてるんですねにもかかわらず過失だとでこれは検察庁が、まあ、説明というかね 一言だけコメント出してます。恋が立証できなかった。恋が立証できなかった。というふうにね、言ってます。ちょっとこれね、私的にはね、疑問があるんです。というのは、これ書類送検ですよね。特別公務員暴行了業罪で書類送検。しかも、意見書がえ厳重処分。ってことは、容疑者、当時、前田容疑者は、 しゃべってるわけです、まあ、簡単に言うと落ちてるわけですね当然警察官がこれ捜査一課がやってますから捜査一課が落として書類送検してるとしてると私は思ってたんですそれがなぜか検察庁行くと特別公務員暴行陵虐罪で自信を持って警察が送検してる割には一個落ちちゃってるんですねそんなことってあるのかなこれはちょっとあの違った見方をするとですね 送検は特別公務員暴行用薬罪で送りますよと送りますけど声が立証できなければ一つ落としてくださいねっていうのがもともと決まってたんじゃないかなと当然こういった書類送検する場合しかも反響を呼んでる事件ですから知見等を協議してるはずなんですよにもかかわらずこれってどうもね納得いかないしかもこれいいですか今回は検察ですよ 検察庁が、検察官が警察官を調べているわけです。調べ官は検察庁、検察官。犯人顔が警察官。ですから、例えば被害者が、いやいや、これ業務上過失傷害納得できませんって言っても、被害者は何もできないんです。刑事事件ですから。今回はあくまでも検察庁が調べているんです。だから身内が身内を調べている。 いるようなもんなんなですもちろんこれね、私がうがった考えかも分かりません、もしかしたら、ちゃんと警察ではこう喋っていたのに、検察に行って行ったら、突然ね、えー、供述をひっくり返して、いや、違いますと言い出したのかも分かりませんけども、それにしてもちょっと、うん、ずさんすぎるんじゃないかなと、えー、当然、皆さんもご存じだと思うんですが、最初は停止を求めたときに警棒はね、ぶら下げたままだった、触ってない、それが次は警棒を出してたら、そこに当たってきた。 え次は止めようとしたらそこに当たっただけど顔には当たってないって言ったような話をしてたんですが結果的には警棒の先から被害者の高校生ですねの血痕があり DNA 鑑定の結果被害者の DNA と一致したまあ本人は一生懸命水で洗ったり拭いたりしてね見たところ血痕がなかったそうですから、まあ、証拠隠滅を図ったんでしょう一生懸命ねだけどそんなものねルミノール反応ってあるんですよ 多分警察学校で本人も習ってると思うんですけどね慌ててて分かんなかったんですかねそれが出てきてもう今度愚のでも言えないまあ警棒でえということは認めたんですが警察の調べではなぜか検察庁ではそうなっているということでこれ当然ですが被害者のご家族も全くえ納得できていないんだろうということですまあ裁判これからですどうなるか分かりませんただ警察はいち早く処分を発表しています処分は停職1ヶ月です 懲戒,処分まあ、懲戒処分の中には懲戒免職、停職、減給、戒告ということでね、4つあるんですけども、まあ、2番目に重いんですが、たった1か月です、停職、本人、当然ですけども、まあ、退職するのかどうか、それは裁判の結果だと思いますけどもね、そんなことで、なかなか周りは納得していないなといったような気がしています。 実際にあの沖縄警察が襲撃されました、その襲撃された件ではね、15名ぐらい検挙されているのも事実です、私は決して沖縄警察署を襲撃したことを褒めてるわけでも何でもないです、そんなもの許されるもんじゃないんですが、沖縄警察署を襲撃したことで、話が大きく、ことが大きくなって、なんでそんなことが起きたんだっていうことで、今回のこれ,これがあ判明したと。 言ったようなこともねあありますあの襲撃がなければ警察官にやられたと言いに行ってもですね自損事故になっていた可能性もあるのかなというふうに思ったりしています本当はねこれだけで一本やりたかったんですけどもまだまだ取材が足らないところがあるので今回は「週刊事件簿」で話しさせていただきましたもう一ついきます岡山県岡山県警ですね岡山県小島警察署というね ところです駐在署名も実はね分かってますけども、一応ね、永駐在というふうにしてくださいというのは、この駐在地域ですから、その駐在の管内にね、えー、住んでる方もいらっしゃるので、一応駐在名は今回ね、えー、出しません、この小島警察署というところは、管内に駐在が10か所あります。 で交番が4か所です、まあ駅前とかそういったところは交番なんでしょうけども、それ以外は駐在です、この駐在で勤務している警察官、浜名博四49歳、子どもの、ね、176容疑事件で逮捕されております、176容疑事件と、あと岡山県の青少年健全育成条例違反。 ということで、この2つの罪名でね、えー、逮捕されています。まあ、どういったことかというと、まあ、付近の公園で10代の少女をね、歩道した。歩道っていうか、10代の少女に声をかけた。えー、そうしたらね、まあ、家出をしているのが分かったようです。それで駐在に連れてきて、まあ、駐在に連れてくるまでは OK ですね。駐在に連れてきて、駐在で少し休んでいけと言って休むだけじゃなくて、止めたんです。宿泊させてんです。駐在に。止めて、 176容疑事件。わかりますねどういったことか。そういったことをしてるという。もうとんでもないね。49歳にもなってね。まあ大バカ野郎だなと思います。通常ね、駐在というのは、家族で寝泊まりしてる。普通の一般の家と同じなんです。駐在というのは。ただ最近はですね、どうしても駐在の人気というかね、駐在で勤務したがる者があまりいないそうなんですね。そこで独身でも、 この駐在に行けるまた家族で住まなくても通いで行けるような駐在も最近は増えているというふうに聞いておりますただこのものは通いではなくここに泊まっていたあの神奈川県とか東京でもね駐在なかなか入り手がいなくて独身でね通いで駐在。 駐在基本的に日勤です当直はありませんただ駐在が仮定だとするともういろんな時間にねいろんな相談とかいろんなものがありますだ結構忙しいんですけどもあまり事件事故がないところが駐在なんですね事件が多い駅前とかは駐在ではなく、えー、交番です、えー、私のね、えー、上司もね え、捜査一課にいた上司がいるんですが、その班長もね、駐在で生まれた班長なんです。父親がね、駐在の警察官で、駐在で生まれて、駐在から幼稚園行ったり、小学校行ったり、えー、中学校行ったりしたんだ、というね、方がいました。まあそういうふうにね、駐在で普通の家と同じように生活するものもいるんですが、まあこうやってね、単身で住んでるものもいなくはないんですね。単身で住んでるからといって、そこにね、保護した、 女の子を止めるなんてとんでもない。しかもそこで176。通常はどうするかというと、まあ、一時的に交番と同じなので交番に連れてくるのはわかります。ただ連れてきても事務室ないです。奥に連れてくことは絶対にありません。特に女の子ですから。あってはならないんですね。で、連れてきて、家出をして,るているのがわかれば、 本所に連絡をし、本所からパトカーに来てもらう、もしくは女の子だったら、白黒のパトカーじゃなくて、捜査用の普通の乗用車、捜査用車両に来てもらって、ですねしかも女性警察官に来てもらって、本所の方うに任意で同行していく、そこで保護する、保護して家出に届出を出しているご家族に連絡し、ご家族に迎えに来てもらう。その間は警察署で 保護すするとといっったたものがねったことがねこ一般的な方法ですしかもこの女の子は自分自ら児童相談所へなんか連絡をしてね警察官にこうだったっていうような話をしてまあ、被害を訴えたということでこの49歳の浜名というね、えー、バ鹿な警察官逮捕されてます。え全国にね たくさんの駐在がありますこの視聴者の方あがね見ている方の中にも近くに駐在所があったりすると思うんですが駐在所というのはですね地域と 本当に密接してですね、いろんなことを相談に乗ったりとか、地域に寄り添った仕事をしているはずなんです、まあ、本当ね、こんなバカな警察官がいるとね、他に真面目にやってる警察官、本当に仕事がやりにくいんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、今回はね、逮捕されております、まあ、本人も行為については認めてるんですけども、176とか、そこは一部否認をしているということで、逮捕時はですね、まあ、今後、取り調べでどのような話をしていくのか分かりませんけども、 この沖縄の事件と両方ね合わせてまた何かね進展等があればねお話をさせていただきたいなというふうに思っております本日は沖縄の警棒事件特別公務員暴行陵虐罪で書類送検されたにもかかわらず在宅起訴された罪名が業務上過失傷害というね交通事故過失で 人にね、引っ掛けたみたいな、あの、罪名に落ちてしまったという非常に残念な事件。もう一つは、岡山県警の小島警察署の中の駐在で、駐在所の警察官が家で少女を保護し、保護したまではいいんですけども、交番に一晩止めてですよ。そこで176事件、交番の中で、まあ、とんでもない警察官が逮捕されたという二つのお話をさせていただきました。本日は以上になります。ありがとうございました。 小川た平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものも,も,のもですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします